やつもそうなんですけど、普通にその、はい、やっぱまあ男性もね今は VIO をこう脱毛する時代ですから、はい、俺まあある程度その上半身だけやって、はい、痛み耐えられそうだったらもう VIO もそのままある程度レーザーでやっちゃおうかなって思ってたんですよ。ほうほうほう。そうそうそう、あまりにも痛すぎて、はい、これこのまま VIO 始めたら俺死ぬなと、はい、やばい脱毛痛いってみのりちゃんに LINE するだけでは多分とどまらないくなっちゃう。どうします、これ始まってますよ、しどうしよう、すごいゲストさん呼んでしまったかもしれない、全部 P も全編 P っていうのも一回挟んどくってのあるよ、うん、全編 P、うん、全部 P、 全編 P しか流れんそんなラジオあるかい、事故全編 P はもうそれはもうオクラよ、そうね、うん、普通にやっぱじゃあんな始めましょうか右と左どっちが好きなんですか話ですか、まあでもそうです ね、痛かったのは右ですけど、はい、あなんか意外とあのその刺激がいい感じの快感に変わりそうだなと思ったのはやっぱり左の方が、はい、多分責められる分にはこれ事務所的に大丈夫かなってということで、の今井文也さんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、声優今井文也です、こらこら普通の思っています、これはもう P だぞ、全部 P だぞ、これはもう、ね、ほっちゃんが編集してるんですよ、うん、ほっちゃんが大変になるだけなんですけど、ね、いいよいいよ、もうそんな本人がもう言ってるんで気にしないで、さっき僕に聞いた時結構真顔でしたよ本泉さん、うんうん、だって右左あるからまあね、どっちなのって2つあるっていうのがまたいいところですよね、悩みどころ絶対そこじゃないと思うんだ、気になるからさ、そりゃもうね、どっち推しなのって、ね、いいけどもね、右推しなの左推しなのって、左かな、ね、左推しでした、はい、はい、今日これできんのかな、お酒入ってるからでしょ絶対、そう私たちずっとね、そう前回前々回に引き続き飲んでますので、回を追うことにアルコール度数が濃くなっていくで、ね、はい、でも新しいお酒も入りました、うん、ね、美味しそうですね、すごいおしゃれで、ラベンダー梅酒、梅酒なごみの香りが漂う梅酒、あらアルコール 9% あらら、結構女子の部屋の匂いするんよこれ、うん、さっき女の香りがするわって話してたもんね、すいません、はい、頼めますよ、はい、ということで、はい、ということで今回も、今井くんにですね、はい、あの前回から来ていた質問の方をね、うん、コメントでいただいておりましたので、はい、今回は、まあ、お仕事関連とかあと私たちの共通点でいうところの、まあ、プロセカですか、うん、共演してますよねっていうところ、うん、それにおいてあのたくさん皆さん質問をくれたので、うん、ありがとうございます、まあ、全部とは言えないですけれども、はい、まあ、一部抜粋してそれを元にお話ししていけたらなと思うわけでございます、うん、はい、続きお願いします、お願いします、乾杯しますか、あーそうそう、乾杯、完全に掲げてたからね、もう失礼しますね、皆さんも好きな飲み物持って一緒に乾杯しましょうね一応あの我々飲む時だけ外して喋る時はもうずっとマスクしてますよ、マスクしてますよ、はい、あのガラス板もあるんでね、うん、対策バッチリです、はい真面目だなやっぱちゃんとしとかないとね、この辺ね、はい、うん、より燃えちゃうから、だから P なのよそれは P なのよはい、はい、頑張ってほんちゃん編集、うん、任せて、はい、さあそんなわけでいっぱい来てますけど、何から聞きますか、はい、ねえ、あまずあれじゃない、うん、マユシーと今井さんの、うん、あいいですか、うん、お話聞きたいって、はい、じゃあですね、朗読劇ブラインドっていうものを、はいはい、うん、まあ、今年の1月末かな、はい、にやらせてもらったんですけれども、それ私吉岡脚本でやらせていただいて、うん、で、出演者で今井くんにも出てもらったんですよね、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、まあ、吉岡脚本に初めて触れたと思いますが、はい、どうでしたか、演じてここがやりやすかった、いやここの解釈が難しかったなどあれば教えてくださいというコメントいただいてます、あなるほど、はい、まあね、私の作品は、はいはい、あのまあ、何回かやってはいるんですけれども、はいはい、今回特にブラインドに関しては、私の作品初めてやるよっていう方が多かったので、はいはい、なかなかね聞く機会もその打ち上げみたいなのもなかったから、そうです、終わった後どうだったっていうお話はぜひここでできればなと、お聞きたい、そうですね、なんか最初台本読んだ時、はい、まだそんなにプライベートでもあのご飯もね、うん、全然行ってないタイミングとかだったんで、うん、あんまりその吉岡さん自体の人となりがまだそんなにわからないような状態から、はいはい、でもその後ね、うん、ご飯行ったりとか、はいはい、まあ、飲みの場でちょろっとお話ししたりとかっていうのがあったんで、う
台本読んだ限り、そしてお話しした限りだと、うん、まあそのすごくいい意味で、うん、なんかこうなんでしょうね、気味の悪い台本を なんかいい意味でですよ、わかります。なんでしょうね、結構俯瞰して見られてる感じがすごく強かった感じがするなと、うん、私はここまでしか決めてませんので、うん、あとはあなた方のその感じるもので作っていきましょうよっていうのをバンって提示された感じがすごくあって、余白がすごいですね。だからそこの埋めていく作業って、うん、楽しいようで、うん、結構探り探りというか、うん、自分の感性というものが本当に合っているのか、うん、面白いものなのかっていうのを改めてこう自分の中で再確認しながらの、うん、作っていく感じ、うん、なかなかにちょっと気分、ね、気持ちの悪いこう、ね、台本書かれるなと思いながら、普通に声優さんだけでやってると、そうそうそう、まあ出会わない作品だと思うんです、うん、私の本って8割書く、あとの2割は皆さんにお任せします、うん、お客さんも含め、そのキャストさんも含め、そこの余白でその作品が完成になるっていうのを、まあ、うん、自分の中のモットーとして書いてはいるんですけど、うん、声優って絵があって、うん、その本がもうすでに完成されてて、とがきもしっかり書かれてて、で音楽が後々ついて完成品じゃないですか、うん、なんかそういうなんかしっかりと答えに近いものがしっかりある状態のものよりは、もっとそのパーソナルを出してくださいっていう難しいことですよね。そうですね、なかなか、だから、うん、的っていう意味ではだいぶ広かった。もう僕らの仕事を僕が語るのもあれですけど、結構その、例え話で言うと、野球のストライクゾーンにどういう変化球で投げて、どのあたりを狙ってセリフを投げますかっていうのが、まあ、ベースのその収録形態だとしたら、うん、今回の朗読劇って結構もうテニスコートぐらい、攻め方とか、はい、もう僕がやってたともありますけど、バドミントンとかみたいに、うん、どういう風に相手を動かしますかとか、うん、どうやって相手が嫌がりそうなこととかをチョイスしていきますかっていうのを選んでいく作業にちょっと近かったなと思ったんで、結構体力勝負というか、そう、ね、作品自体も重かったってのもありますけど、本来のね、それこそプロセカの収録とかで言えば、もうある程度キャラクター性も決まってて、ストーリーもどういう風に起承転結が広げられるかっていうのも分かってる時点で、じゃあこのセリフはこうだなっていうのがなんとなく感覚で作れるものを一個一個、じゃあこうやって見せたいなっていうのを改めてこう確認しながら作っていく。まあ本来の朗読劇でももう少しこう固まってるものを提示されることの方があったりする中で、なかなかにこう投げて試されてるなっていう感じのは、はい、そうそうそう、やる人によって全然違うだろうなと思ってたら、やっぱ案の定そのチームごとで全然違ってたっていうのを聞いて、まあそれそうなるよなと。でもそうじゃないと面白みが出ないっていうような脚本でもあったんで、そういう意味で言えば、すごく久しぶりにこうなんていうんですか、殴り合いみたいな感じの感覚じゃないですけど、俺はこっちをアプローチするけど、あんた方はどうだっていうのをこうやるような朗読劇だったなと僕は印象を受けましたね、やっぱし、なんですごいやっぱ楽しかったですし、でまた人数が多すぎないっていうのがまたね、基本ベース5人ぐらいですね、プラス1人なので結構5人ぐらいでセリフの応酬で、まあ一人一人のモノローグはあれど、基本的には相手の反応を表情とかを見ながらの芝居っていう感じだったんで、すごくこのご時世としては珍しい朗読劇のやり方だったので、久しぶりになんかあちゃんと掛け合いができてるっていうのを本番中に感じられて、すごく良かったなと、その場で生まれるものを次に生かすっていうのが本来のお芝居の掛け合い、同じものってね、二度と出ないようなものなんで、そういう意味で言うとブラインドはやっぱ僕のね、感想としてはちょっと気味の悪い台本だったなと俯瞰して見られてる感じがしてっていう、いやいや楽しかったです、新鮮でしたね。いい、私の褒め言葉になるのでありがたいです、ね、私が初めてマユシーの本やらせてもらった時と感想似てる、やっぱそういう
そういうのがあのお好きというか、そうなっちゃうんですよね、きっとね、書いてると吉岡さんも。私の色なんでしょうね。それが吉岡脚本らしさって言われるものなんだろうなっていうのは、うんうん、まあ、ここ最近特に感じる部分かなと。面白い。だからまあ僕もある程度、うん、あのまあ台本によってあの役者さんってね、はい、役によって芝居のテイストだったりとか、うん、ね、感じが変わったりする、うん、であの一緒に演じる役者さんに引っ張られたりとか、うん、自分がこう影響されてっていうので変わるっていうのもあるんですけど、うん、あの今回それが特にこう顕著に出たような感じがして、はい、あの演出された田辺さんと、うん、最初にご飯に行ったんですね、うん、読み合わせの前にあのお肉食べたんですよね、うん、美味しいやつを食べて、あら素敵。そうで、あのその時いろいろお話しして、じゃあ来週ぐらいからの読み合わせお願いしますって言って、うん、で初めての読み合わせ終わった後に、なんか前回ご飯食べた時の今井くんの感じだともうちょっとアニメっぽく、まあ言ってしまえば結構あのデフォルメした芝居で作ってくるのかなと、形としてちゃんと固めてくるような感じで作ってくるのかなって思ってたけど、結構だいぶ生々しく作ってきてくれたんだねっていうのを言われた時に、僕その意識があんまりなかったんですよ、逆に言うと、生々しく行こうっていう感じではなくて、僕はこう思ったなっていうのがたまたまそうだったっていうだけで、だからあ、そっかって僕も言われた時に気づいたんですよね。確かに言われてみれば結構生々しい感じあるかもな、僕が演じた和也っていうキャラクターの僕の芝居はって思って、そこからこう、あ、じゃあ生々しくやっていいよっていう許可が出たんであれば、もちっとこう揺さぶりかけてみたりとか、間とかもあんまりそのね、リアリティさよりもリアルさっていうのをもうちょっと意識してみようとかね、うんうん、似てるようで結構違うじゃないですか、はい、やっぱし、うん、その辺をね、あの実際にこれありそうだなみたいな、うん、いい意味でのリアルさをもうちょっと突き詰めてみようっていう感じで作ってたんで、はい、うん、普段のアニメの現場とかではやっぱなかなかないような感じがあって楽しかったなと思いますね。よかった。マシーから見ててもその違いは感じた？うん、特に私は、うん、まあ、2日間やったんですけど、うんうん、2日ともそのチームのキャストさん全然違って、ね、私がその、うん、まあ、両方ともサブ的なキャラクターで出て、うん、両方のチームを見てたわけだから、うん、面白いね、うんうんうん、全然違うんだよね。なんかおっしゃってましたよね、うん、全然違うって、まあ、まずその主軸になるその和也やってくれたキャラクターが、うん、まず全然違う、うん、その、まあ、よく例えられたので出すと、うん、青い方の、まあ、梶原さんがやられた人が青い方、こっちは赤い方の、うん、真っ赤な方で、あ、なるほど、っていうそのパッションの作り方の違いがまずそもそも違って、うん、でも両方とも同じ本を読んで同じセリフを読んでいるわけだから、ね、全然あの本筋はもちろん捉えているんだけど、うん、その主軸の2人の色が全然違うことによって、うん、見え方が大きく最初から変わる、うんうん、っていうのはやっぱりそのキャストが変わることによって生まれるその本の楽しみ方でもあるし、そのおのおのが持ってる色 の、 その出し方もあるし、多分その普段そのキャストさんを応援しているファンの方が見ても面白いだろうし、初めて見る人もあの本人のエキスというか成分が絶対出てるわけだから、ね、そういうのを感じ取れるいいなんかバランスの取れた作品になったなっていうのすごい思って、両日見ていただけた方きっとね、全然違うテイストの楽しみ方できたんじゃないかなと、きっと。ただ一個だけね、一個だけ、はいはい、あのあこれもうちょっとあのあしとけばよかったっていうのが僕一個だけあるんですよ、はいはい、あのね、梶原さんの衣装があまりにもちょっと決まっててというか、あれちょっと、かっけえな和也って思っちゃったんですよ僕が今回の朗読ってあのキャストさんご本人がイメージした服を自分で用意してくださったっていうタイプだったんですよ。あの程よく和也みもあり、程よくその舞台映えする衣装を梶原さんちゃんとお選びされてたんですよね、選ばれてたんですよ、はい、で僕が選んだのって、あの相談しましたもんね、はい、あの普段着てる僕のパジャマスウェットとかってっていう相談するぐらい、はい、もう言っちゃなんですけど、ちょっと使い古された真っ赤なパーカーと、うんうん、まあ無難なもうちょっと安いスニーカーみたいな感じの服にあんまり頓着ありませんよみたいな、うんうん、まあ、キャラクターもキャラクターでね、うん、そうなんですよ。ちょっとそれが今井さんの和也像、僕の和也像だったんです、ね、はい、で比べた時に、うん、おちょっと待ってと、僕の和也あまりにもちょっとバカっぽくねえかと
ちょっとバカみが強くないって言いながら、はい、本番始まりますって言われてはいみたいなのが本番裏であって、はいはい、あのそこだけ一個不安だった全然あまりにも和也がなんか、うん、俺の和也ちょっとあまりにバカっぽすぎるみたいなでも今聞いててもそれが逆に良かったんじゃないかなって私思っちゃいました。味としてね、うん、いい俺だってたまにはなんかスタイリッシュなかっこいい役とかやりたいなんでなちょっと待ってスタッフさんなんで清水さんなんで首今かしげたのどうしていいじゃん俺がかっこいいのやったっていいじゃんよかったってよかったよかったよかったんもう酒飲みながらそっちも主軸になる役だし、まあ、最終的にすごくあの真面目な部分を担ってくれる役ではあるから、うん、ギャップ、うん、頭でものすごく盛り上げてくれる分、ね、最後ちゃんと締めるっていう役割だから、あ難しい役どころだ。割合がね、本当難しいんですよ。根がバカなのに、うん、本当に根がねうまくできないというか、はい、不器用な、うん、不器用なキャラクターなのに、うん、最終的に話の本筋をうまくまとめる方向に持っていかなきゃいけないと。そのままやってしまうとね、和也という役がブレてしまうんですよね、うん、頭良くなっちゃうんですよ。そうですね、だからあんまし真面目にやりすぎちゃうと、うん、なんかあれってなっちゃうし、でも衣装はバカだからある程度のバカさを残しとかなきゃいけないからそうそう、そこの塩梅がねすごく考えたなと思いながら、ジャンプ作品の主人公みたいな感じが、あなるほどね、最終的にはうまくみたいな感じにね、締めるところは持っていきますよと。そうそうそう、難しかった分やっぱブラインドはすごくね作りがいのあるような感じだったなって僕はすごい思いますね。じゃあもし次回何か作品があった時にはぜひかっこいい役をね、うん、僕の役決まってるんですね。やりたいですか。ああもちろんもちろん、やりえやりたいも何ももうね決まってるんですよね。大泉も決まってる、大泉も決まってるよ。あ決まってるの、やる決まってるよ、うん、やったー。絵本企画でしたっけ。吉岡の大泉だった。見てくれてるありがとうございます。俺も出ないのかな。じゃあナレーションで、そうだね、いい声でナレーションで、うん、ロングボトムが引っこ抜いたマンドラゴンやりますよ。待ってよ、うん、やるやる、ラジオ聞いてる。もありがとうございます、嬉しい、うん、やるやる。ブライドの話ばっかりだし、はいはい、いやこの声もねすごい多かったので、ここでね、はい、しっかりとね、はい、うん、聞けてすごい面白かった。ありがとうございました。ということでブラインドのお話聞けました、はい、ね、ありがとうございました。最初のピー音大丈夫かな。いやいやいや、そうなんだよ、やっぱ最終的にはやっぱその、ね、うん、入りはふざけてますけど、うん、やっぱ半ばはちゃんとこう話すところで話して、ね、うん、そう話から入りましたけど、ね、そう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 、うん、あと5回も俺に、ね、レーザー当てなきゃいけないんですよ。もう俺の真っ黒になっちゃうよ。締める気ある？締めるよって言ってさっきからずっとしまんないしまんない、焼け焦げちゃうよと思ってチリチリになっちゃうよってね。まあ綺麗な体を手に入れるためにはね、我慢しなきゃいけない痛みがある、うん、そう、それはやっぱ役者の仕事も同じですよね、はい、なんか綺麗に締まりにくかった。本当に綺麗か。ということでね、今週も吉岡と本泉ありがとうございました。誰が締めるんだよ。また次回もお願いします。引き続きバイさんゲストです。はい、またね。またね。